このクッキーの作り方を知らない人が作り方を調べてみようと思うまでの下り。このクッキーってどうやって作っているんだろうっていつも疑問に思ってた。やっぱり四角い部分を4つ作ってつなぎ合わせて作ってるのかな。でもどれも綺麗にできているな。不思議だな。でもどうしてこのデザインばっかりのクッキーばっかりなんだろう。いつも思うけどワンパターンなんだよね。よし、調べてみよう。チャンネル登録してくださってありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数が23名になりました。これからも楽しく面白い動画をたくさんアップしていくので、どうぞよろしくお願いします。じゃあまたね。お菓子売り場にある顔の形をしたチョコレートを見かけるたびに、毎回買わずに通り過ぎてしまうことに罪悪感を抱いている人。よくお菓子売り場に顔の形をしたチョコレートあるよね。いつもあんなもの買わないんだけど、でも実は通り過ぎるだけで買わないことにいつも罪悪感を抱いていました。いつもあの笑った可愛い顔を見ると、買わずに通り過ぎることに罪悪感を抱いてしまうの、私だけでしょうか。もしかしたら私のように罪悪感を抱くまでもなく毎回買っている人がいるのかもしれません。私はその人はすごいと思います。私にはそのような心もお金もありません。